久保さん、いやー堀江さん、行ってきました。じゃあね、サイン本もいただきました。堀江さん。いや今回ね、立花さんがね、いなかったんで、質疑応答の時間がやっぱりありまして S、S 席に座ってるから、優先的に質問ができました。いやーしびれましたねー。<laughs> 3万円払って、まあ、説教受けましたね。 説教ではないですけどもまああのね、まあ、事前に久保さんに言ってたと思いますけど堀江さんにとってその、ね、すげえ人生いろいろな経験されてきて人生とは何ですかと言葉で例えるのは何ですかっていう質問したわけですよ震えながら結構震えましたけど <laughs> もう堀江さんが壇上からねぎらっとにらみついてもう,もう見てくるわけですよねふ震えながらプルプルしながらですね 質問して、いや、あの、この堀江さん、ありがとうございますと、17年前買って堀江さんのおかげで今がありますみたいなね、言って、まあ、いろんな本当経験されてると思うんですけど、人生とは何ですかねと、質問しましたよ <laughs>。じゃあね、堀江さんがね、それ君、君、それ聞いて何の意味あんのみたいな。え、何か意味あんのみたいな。その質問、何か意味あんのみたいな。 まあ事前に多分あの司会進行の人にどんな質問をしますかみたいなヒアリングを受けてたんですよ。で、いろんな講演するときに結構なんか、なんか質問で荒れるみたいなのがあるらしくて <laughs>。で、まあ司会進行の人がま事前に聞いてみたいなのがあって、で、僕は司会進行の人にね、こういう質問しようと思ってるんですって言ったら、多分それね、堀江に聞いたら多分意味あんのかとか、なんかそんな感じで言われると思うよみたいな。ほんとその通りになりましたね。 本当にその通りになりましたね。意味あんのみたいな。で、僕、真っ白になっちゃって、まあまあまあ、まあ、まあ、司会の人にも言われてましたけども、実際にその、間近で目見られてね、それ君、意味あんのみたいな。そ聞いて、それ、それな、な、な、なんの意味あんのみたいな。<laughs> いや、意味は特にないんですけど、みたいな。なんか,なんかち、なんか真っ白になっちゃって。 なん,かななんか生きる上でのなんか哲学とか堀な,なんかないんすかみたいな, <laughs> なんか聞いたら哲学なんてないよ哲学考えてなんか意味あんのみたいな <laughs> 哲学なんかないよっていう、まあ、哲学がないという哲学ですね <laughs> 堀江さんやっぱね最強っすねすごいなうんなんかねあのまあもうすでにねあの感想動画を撮ったんですけどなんかねすげえショートカットされてますね めちゃくちゃだからまあ、あの他にも何人かね S 席の人で質問があって堀江さんこう言ってたんですけどみんな悩むの好きだねみたいなね <laughs> まあ好き,じゃ好きではないんだけども悩むのが人間なんですよな,な,んかなんか悩むんですよねだけどそれが排除されてるというかショートカットされてるというか別に悩んでも意味がないんだけども悩んじゃうんですよね そ,うだからそれが人間、うん、まあ堀江さんは人間だとは思うんですけども、まあ、人間だろうでけれどもなんかそこがないっていうのがもうすごく分かりましたねだから逆に言うと1日24時間しかないんだけどもこれは平等堀江さんだけあのすごい人生すごい結果を出してきた堀江さんも24時間で僕たちも24時間じゃあなんで堀江さんがそういう結果を出せたのかっていうと本当にそのなんだろうな やるべきことにも圧倒的にこう集中するというか、のめり込むというか、余計なことを考える暇がないというか、暇がないほどのめり込む、一点集中するっていうところが、やっぱ、なんかの動画でも、なんかの動画でも言ってましたけどね。まあそういう気質があるみたいな。他のことを何も気にしない、それだけにうわ、やれるっていう、あれはあるとか言ってましたけど。 余計なことを考えないっていうね。で余計なことを考,えなか考えないから、余計なことを考える時間がそもそも堀江さんの人生の中でないと。だから他の人より早く目的地に到達できるというか。うん。だからまあ、堀江さんの答えっていうのは究極系だなと思いましたね。それ意味あんのみたいな。<laughs> 人生とは考えて何か意味あんのみたいな。<laughs> すみません、みたいな。<laughs> まあ、特にないんですけど、みたいな。 じゃあんで考えてんのみたいな。そういう、もったいなくないみたいな。意味ないのに考えてももったいなくないみたいな。<laughs> 時間は有限だし、みたいな。うん。なやっぱね、だ堀江さんの本当の身内というか、もう、すごい、めちゃくちゃ仲いい関係性にならないと、 なんかその人間味的な何だろうなそこは聞き出せる聞き出すのは難しいんじゃないかなっていう多分なんかあるとは思うんですけどねなそれもないのかなないからないからないのかなまあそれは分かんないでしょそこをあだこうで考えてるのも、まあ、僕はも発信してるんであれなんですけど別にそこを考えたところであのだから僕の人生に何,何があるのかっていう別にあれなんですけどでもその 堀江さんを考察、自分の中で堀江さんっていう人間をこ、まあ影響はすごく受けたんでね、堀江さんっていう人間を考察して、あ、なるほどねっていう、その生きるヒントというかね、あの、なんかそういうのは、まあ今回学べたなっていうよ、ね、うな、ん、ね、よりショートカットするっていう、まあやるべきことを、なんだろう、まあ、余なことを考えないってことですね。考えても仕方ないんだからやるっていう。うん、やりたいことやるっていう。うん こ,れなんかねこの本はなんか堀江式完全無欠の仕事をす堀江門最高傑作っていうねこれまとめられてるみたいなんでちょっと読もうかなと思いますね。これちょっと読みたいと思います。やっぱねあの堀江さんの,その講演に参加して。 間近でもう今熱量がすごい高いんですけどこの状態でこの本読むとめちゃめちゃ入ってくるだろうなと思って <laughs> めちゃめちゃ入ってくるだろうなっていう、うん、やっぱシンプルっすね、うん、まあ気にまあ、一休さんがね気にしない気にしないみたいな教えてくれてますけど結構まあ気にしますからねうん その気,にすると気にしないといけないところと気にしなくていいところのこの分離どこを気にするのかどこを気にしないのかっていうこの分離していくその,どこその受け取る気,気をする使うところと気を使わないところ気をするところとしないところのこの分離ですよね、うん、なんかねあの他の質問でねこういう質問もあってあの堀江さんとあのなんだろうな あのてあの底,辺底辺の教育を受けてる人たちはどうすれば一歩を踏み出せるでしょうかみたいな質問があったんですよ。で堀江さんがそもそも底辺って何ですかみたいな <laughs> そもそものそもそも底辺って何ですかと。 別に勉強しようがしてまいが、底辺の教育を受けて受けてまいが、その一歩を踏み出すのと踏み出さない、別に関係ないと。別に勉強してなくても一歩踏み出すやつは踏み出すし、勉強してても踏み出せないやつは踏み出せないし、別にそこ一緒じゃないよ、みたいなね。<laughs> そう。関係ないですよ、みたいな。そもそもとその、勉強してなくても。まあ僕も、まあそれは聞いててね、まあそうだよなと思ったんですけど、僕も勉強しては、僕も勉強全然してこなかったですから。 勉強を全然してこなかったけどもう別に今自由に生活してるし <laughs> 全く勉強してこなかったんですからね本当ににあのー、スポーツーしかしてこなかったんでまあ学校の成績もオール1だし、まあ、底辺の教育というかもはやまあ勉強し,てしたくなかったっていうねだから堀江さんがその勉強に関してもなんか今の学校教育っていうのはなんかその 勉強したくないやつにも勉強を無理やり押し,押し付けてるというか、まあそれもどうなのかみたいなね。別にしなく,しなくても別に生きていけるしみたいな。<laughs> まあ実際そうなんで。もちろんそのビジネスの勉強はしましたけどね。学校の勉強はしなかったとしても、まあ僕はビジネスの勉強はしたんで。うん。そう、じゃあ学校で勉強した、まあよく言うんですけど、 なんかそのリトマス紙がどうの理,科理科の勉強とかね、なビーカーに入れてリトマス紙がアルカリ性酸性とかね、なんかやったと思いますけど、いやそれを勉強したところで、なんか使うのかと。なんかね、麻生さんもなんか言ってたような、なんか中で言ってたんですけど、なんかコサイン・タンジェントで使うみたいな、使わないのを勉強してどうするみたいな、なんかその話なんかちょっとしてたんですけど、なんかね、なんかのとこで。そもそも、それは何なの意味あるのかみたいな。<laughs> そう。だなんか本当にき 極論言ってしまうと意味ないんですよねでもでもそういうふうなルールルールというかそういうふうなふうにしてきたから何かの意味をつけないとつじつまが合わないっていうね <laughs> 多分ね <laughs> そうまあでもねこれからはやっぱ時代まあ堀江様もしきりに言ってましたけど時代変わったんで昔と今はやっぱ全然違うからうーんまあ やりましょうってことですよね <laughs>、うん。いやー、ちょっと生堀江もマジ、もう結構、え、すごかったなまあ、行ってよかったっすわ。うん、まあ、3万払ってよかったっす。ほんとよかった。最初ね、その、1時間ぐらい堀江さん話してて、鹿児島の未来についてちょっと話してたんですけど、そこはね、やっぱあんま僕、興味なかったとこなんで。 でもそれもねすごくいい話してたんですよ。いろんなまあ歴史とかいろんな話しててそのすごくいい話してて、まあ、日本の u s p 日本の独自性日本は何があるのかっていう話をしてて日本っていうのはその刀がすごかったんだみたいなねとにかくその包丁の切れ味がすごいんだみたいなねどういうことだよねと。でそれもいろいろとこう分解してこう話してくれてたんですけどあの焼肉とか なんかその焼き鳥とか、まあ、あれって究極系で要はあとしゃぶしゃぶの肉とかもあれって今,今はねロボットとかで切れ、まあ、機械で切れると思うんですけども要は切れ味がめちゃめちゃいいっていう日本は刀がすごく切れるとまあまあ多分まあ、ね、江戸時代からすると「侍刀」みたいなのがあってなんか。 すすごくとりあえず切れれ味いいのが作れるわけですよだから切れるからいろんな切り方ができると、まあ、いろんな切り方ができるからああいう料理が提供できるんだよっていうだから日本っつうのはそのすごいものを持ってるんだみたいなうんなんかなんか確かになという切り方確かにみたいなんですよね <laughs> うーん なるほど、ね、あそういう話の仕方もあるかみたいなねうん切れるからいろんな切り方ができるいろんな料理が提供できるでも逆に言うと切れなければ、うん、いろんな切り口で料理提供できないと、うん、だからトークに関してもいろんな切り口いろんな切り方ができれば無限に料理が提供できる要はいろんな切り口まあこの億万長者合宿もそうなんですけどいろんなところ切れるから別に無限に話せるんですよ 別にどこ,を切りどこでも切り取れるんで久保さん僕もねだからまあ一緒の感じですよね包丁と包丁の切れ味切れ味がいいからいろんな切り方ができるからしゃぶしゃぶも提供できるし何だろうな,なんかその焼き鳥も作提供できるしみたいなそうまあそれは結構ねあそう結構面白いなと思いましたよねそこはうーんあと何だったかな まあさっきねちょっとアウトプットぶわーちょっと喋っちゃったんで、まあ、この辺にしときましょうかいってらっしゃい